キャッチクエスチョンズアカデミーのアプリ作る社長です。本日はですね、 AI にかける英会話に唯一求めるものというようなところでお話の方をさせていただきたいと思います。私のこちらの番組はですね、主に YouTube で配信しておりまして、 YouTube の方はですね、 iPhone アプリの作り方、ラズベリーパイによるリモートサーバーの構築方法、それから AI と英会話などいろいろ番組やっております。こういったお話がお好みというような方いらっしゃいましたら、 YouTube の説明欄ですね、そちらに番組リスト別に URL 貼ってありますので、こちらからもぜひよろしくお願いいたします。 YouTube でアプリ作る社長と検索していただいたら出てくるかと思います。では、本題の AI にかける英会話に唯一求めるものというようなところでの話なんですが、本日はですね、英語の勉強をされている方向けのお話となります。はい。で、まあ私もですね、あの AI の進化の中、まあ、あの英語の勉強とかいらなくなるんじゃないかなみたいな、まあそういうふうに思う節はあるんですけど、まあそれでもですね、あのまあ、コツコツと、英語の勉強はあの日常的に、やっておりましてですね、まあ、あの勉強の仕方こそは変わってるんですけど、最近あの AI の、まあ、あの進化にこう伴って、まああのまあ、いらなくなるスキルはあるかなとは思うんですけど、英語のただあのこの部分はやっぱその今後ともやっぱ必要になるんじゃないかなというようなところをこう日々考えてましてですね、まあ、あのそれに合わせて英語の勉強の仕方もこう最近ちょっと変えてるようなところもあるんですけど、まああのまあ、その中でですね、今回まあいろいろ思うことをですね、今回ちょっとお話ししてみたいと思います。まあ、とにかくね、 AI の進化は素晴らしくてですね、本当にこの適当な日本語の原文をこう投げてもですね、もう素晴らしい英訳を作るんですよね。もうチャットAI 様々なんですけど、まあ、あのもはや Google 翻訳とかそういったものいらなくなるんじゃないかなとは思ってるんですけど、てかもういらないかなって感じなんですけどね、私的には。はい。まあ、あの仕事ではもうほぼね、あの必須アイテムというか、もう結構 AI 任せなところありますねっていうようなところですね。本当にね、ドラえもんの翻訳、こんにゃくですよね。もう作られるのも時間の問題かなというふうには、ちょっと思ってしまいますかね。はい。で、この前もあの、こちらの番組で、英会話教師の仕事も、まあ、将来なくなるだろうな、みたいな、っていうかあの、チャット GPT ができた時点でもうなくなったかな、みたいな感じで宣言しちゃったとこもあったんですけど、まあ、とにかくね、この高性能でかつね、高速にこうレスポンスするこの AI の翻訳、これはその人類の脅威になるかなって、もう一定数仕事がねこれによってなくなったかなっていうような感じ、まあこれもちょっと否めないかなーってなところですよね。はい。というかあれですよ、あのTOEIC、これもですね、不要論今出てますよね。本当にこの AI があれば、TOEIC のあの勉強、というか TOEIC で点数取れても、まあ、それ、あの AI で代役できるんでいらないんじゃねみたいなね。そういうような考え方も、まあ、あの、ポツポツ今、出てきてるとは思いますが、あの、学校教育ですよね。そこからもう変えないとダメですかね。もう英語の、あの、必要性とか、あの、ここをちょっと根本的にやっぱ見直さないと、ちょっとね、日本の若者が本当にね、あの受験英語のためになんかサンズの川でこう石積みしてるみたいな、そんなような作業になってしまうかな。まあっていうのは、あの、本当にこう無意味な作業で終わってる。うん。あの、受験英語なんてのは、本当にね、AI が今こう進化してる中で、かなり無意味な作業とかでね、まあそういうようなことをやらされてる感がちょっと否めないかな、ってなところはあるんですけど、まあこの辺、やっぱね、ちょっと抜本的にやっぱ考え直さないといけないかな、ってちょっと感じるようなところがあります。はい。まあただね、そんな中でもですね、AI が、とって変わりそうもないような部分ってのが、やっぱ何かしらこの英語の中にあるかなーって最近ちょっと感じてるようなところもあるんですよね。で、今回そのことにですね、触れてみたいと思います。というのもですね、あの先日、あの実はあの私の母親がですね、まああのもう仕事引退して、あの、
悠々自適な生活暮らしてるわけなんですけど、最近なんか、最近というか、まあ、数年前からかな、オンライン英会話を始めていたっていうのが発覚しましてですね、はい。なんでそれやってんの？っていうのはチャット GPT でもできんじゃないっていう感じのね、意見が、まあ、いろいろあったんですけど、いろいろちょっと、聞いてみると、まあ、確かになって思う節もありましてですね、ちょっとそれについて、ちょっとお話ししてみたいと思います。っていうのが、母親の、英語勉強歴で言うと、まあ、かれこれね、生涯で言うなれば、40年以上は多分おそらく英語の勉強を続けてるとは思うんですけど、にもかかわらず未だにうまく英語が喋れないというようなね、そういうような、あの世代ね、特に昭和の、まあね、あそこら辺の世代の、今のね、おじいちゃんおばあちゃんとかは、もうほぼな、英語教材が壊滅的なものしかなかったんですよね。はい。そもそも音声学習なんてのがほぼできないような状態だったんで、カセットテープとかで頑張ってるような、そういうような世代だったんで、そうなんですよね。まあ、あれもまあ、しょうがないっちゃしょうがないですよね。今の特に、まあ、70代とかね、そんぐらいの世代の、人になると、まあ、やっぱ教材がね、もう圧倒的に違うんで、まあ、喋れないっていうのも、やっぱその、まあ、それはまあ、それでしょうがないかなっていうようなところがあるんですけど、ただね、英会話かなり続けてるんですよね。英会話歴で言うとおそらく20年以上はやってると思うんですよね。はい。にもかかわらず喋れないみたいな、そういうようなところで、まあ、本当にベルリッツとかにだいぶ搾取されてると、まあ、そんなような否めないとこあるんですけど、まあ、とにかくにもかかわらず続けるんですよ。その意志の固さだけはですね、私以上に人並み外れた、まあ、かなりのレベルの、まあ、人物なのは間違いないと思うんですけど、はい。まあ、ただね、なんだでしょうね、その、人がね、この英会話スクールに、求めるもの、まあ、なぜ通いたいと思うかっていうようなところ、ちょっと個人的に興味持ったところがあって、まあ、いろいろちょっと聞いてみたところはあるんですけど、まあ、とにかくまあ、年代の方だからなのかもしれないですけど、その、英語力を単に上達させたいっていうこと以上に、まあ、何かあるんですよね。まあ、聞いてみると、やっぱ外国人とおしゃべりしたいみたいなね、まあ、そういうような衝動がやっぱその根底にあるみたいで、で、このおしゃべりのニーズはね、まあ、確かに、こう、AI が取って代われない、まあ何かなのかもしれないかなってこうふと思うようなところがありました。まあ、確かにこの AI はですね、文法をこう、正確に教えてくれたりだとか、あとは例文とかね、言い換えでこういろいろな表現こう、パッと出してくれたりするようなところがあって、やっぱ果たして英会話教師より有用で、本当にその、まあ、正しい文法とかそういったものをチェックするんであれば、まあ、もはやね、人間の先生は追いつけないレベルにもこう達してるところはあるんですけど、まあ、とにかくね、その、人間のおしゃべりっていう観点に立つと、やっぱ一歩足りないかなっていうようなところは確かにあるんですよね。はい。この部分はですね、まあ、今後ともやっぱ、その AI には取って代われないものなのかなというふうに、思ったりもしております。まあ、とにかくその AI の、アルゴリズムからですね、根底的にこう考えると、やっぱり確率論の世界なんですよね。で、もう誰しもが思うような味気ないような回答をパッて出すのが、まあ AI の基本設計なんで、まあ、それ確かにおしゃべりにはちょっと物足りないかなっていうのは、まあ、確かに一理あるんですよね。まあ、例えば日本で一番高い山は、みたいな、そんなような質問投げかけたら富士山です、みたいな。まあ、誰もがこう思うような回答をこうパッて出すようなもの。まあ、これにはこう長けてはいるんですけど、やっぱそこにはね、驚きとかのユーモアがないですよね。はい。で、この部分のアルゴリズムを変えてってなるのは、まあ、相当難しいというか、まあ、そこやっちゃうと AI が AI たるものではなくなってしまうんで、はい、もうね、アルゴリズムからちょっと崩壊してしまって、うん、なんか見当違いな回答しかしないよねで終わっちゃう可能性があるんで、やっぱここはちょっと変えれないので、確率論的に考えても、まあそうなってくると、やっぱこの AI が普及するこの昨今、今求められるスキルっていうのは、正解が何であるのかっていう、そういうようなものを知っているっていうことよりかは、
もっとなんか違うもの、もう人間味のあるような、まあ何かですね、そのおしゃべりのニーズみたいな、まあそこにあるのかなーというふうにこう思うところもありました。はい。まあだからこそなんですよね。あの、TOEIC とか、あとは受験英語とか、あれはもう正解を知っていること、まあそこを求めるスキルを測るものなので、あの、今 AI がこうバーって普及してる時代にはちょっとやっぱ逆行する、まあいらぬ作業ですよね。ああいうようなもの。はい。まああの、そういったもので少なくとも英語のスキルを評価してはいけないのかなというふうには感じるところがあります。はい。で、じゃあどういうようなところをこう鍛えていったらいいのかなというようなところになるんですけど、まあ、それはやっぱね、あの、ズバリ言うなれば、あの、正解をこう出すってことよりも、質問する力とか、まあそういったところですよね。ここがこれからやっぱちょっと求められるのかな。あの、会話をこう続けるような力ですよね。あの、自然にこう会話を続けるような、あの、間の取り方とか、あの、適度にちょこっと変化球投げたりする力だとか、まあ、それでこう会話を面白くするような力。まあ、こういったようなスキルが、今後の、まあこれはあの英会話に限らず何事もそうだとは思うんですけどね。まあこういったところを、まあこれからやっぱちょっと、あの若い人、若い世代とかはね、学んでいかなければいけないのかなというふうには感じておりますかね。はい。まあちなみにね、あのチャット GPT に、あの、日本で一番高い山を富士山以外の回答で、ユーモアを交えて答えてみたいな、そんなような感じで言ったらですね、まあそこそこの回答来ましたよ、これ。あの、残業の山っていうような感じでこう回答してくれましてですね、登頂にはコーヒーと根気が必要で、頂上にたどり着くと帰宅の道が見えるらしいですみたいな、そんなようなね、回答してくれましたね。まあまあまあそこそこいい回答かなとは思うんですけど、うん、まあそうですね。まあそこら辺の、B 級のお笑い芸人は超えるほどの、まあ質の高さかな。まあシンギュラリティ感じる部分もあったんですけど、ただね、これでもやっぱね、なんかちょっと足りないんですよね。何かなってこう、ちょっと思い起こしてみると、その、まあ、笑いこそはあったんですけど、私的には。ただね、やっぱり一人笑いなんですよね。はい。この、なんすかね、この、誰かと一緒に笑うみたいなものがやっぱないので、AI でこう出して、うまい回答出してくれるんですけどね。はい。だからここら辺のギャップは、あの、やっぱ AI は埋めてくれないかな。この寂しさみたいな部分ですよね。はい。こういうようなところですよね。はい。まあだから、こう人と人のつながりがあって、で、かつ、ちょこっとね、あの、変化球を投げたりするようなスキル。で、こう、やっぱそれで、あの、人と一緒に笑ったりするような、まあそういう空間ですよね。うん。まあここは、その AI では埋めてくれないところでもあって、で、あと、こういうような質問スキルとかも、あの、まあね、私の今の質問が、あの、なんかちょっと、あの、スキルあるみたいな、ことはちょっと言いづらいところもありますけど、まあ、とにかくね、あの、こういうような、あの、やりとりを日常の会話で人とやるっていうようなところですよね。まあ、こういうような観点からすると、まあ、英会話教師の仕事も、やっぱ一定のニーズはあるのかな、というふうに思ったりもしますかね。はい。まあ、あの、ズバリね、なくなるっていうことは、まあ、ちょっと、やっぱあの、一部ニッチな層、特にあの、高齢者の寂しい世代とかはね、やっぱ求めているのは AI ではなく人かなって、人とのつながりを求めたりするようなところがあるので、やっぱあの、AI はツールでしかなく、まあ、あの、ヒントを得るとかそういうのにはいいとは思うんですけどね。やっぱこの部分の仕事っていうのは、まあ、一定数あるかなとは思いますかね。はい。まあ、今回です。あの、英会話の、まあ、これからの、あの、まあ、ヒントというか必要性というか、まあ、そういったところについてちょっとお話しさせていただきました。本日は以上になります。では最後にいつもと同じ言葉で締めさせていただきたいと思います。 IT エンジニアに栄光あれ。